皆さんこんにちは、ペソでございます。書生録ですね、続きやっていきましょう。まず信長さんでここを押さえます。はい、選挙。これでね、山口艦攻めるね、足がかりが作れましたのよっと。で、邪魔なのちょっと数松さんは邪魔じゃないね、邪魔なこの舞台をちょっと鉄砲でいきましょう。また5000ぐらい持たして、はい、土井さんにちょっと仕掛けてみましょうか。はい、あ、そうだ、場所が悪い。あれ、ここの軍隊いなくなっちゃってるね。
くあるけどな、どうしようかな、行っちゃおっか。成松さんの鉄砲隊で、いけるでしょう。はい、出て。ああ、雨か。よし。これはでかいね。この市場いっとんけどな。まあまあいいか。防御度が低いんでね、いけるんじゃないかなっていうちょっと算段なんですけど、ね、うわめっちゃ段数ある。あ、いったよしよし。としえさん、カロニアタ、やったー。あーね、もう最大なんですよね、今276なんで。となればね、もう勝頼さんらも前線に引っ張り出そう。
と63ヶ月5年ちょいか長いな。そういうことね。まあ毛利さんは降伏しないだろうからね。もうちょっと念のために、ああ、そう、堀さん鉄砲できるんだよね。ということで、お米だけまずちょっと買っといてもらって、まだ高いな。ああ、堀さんでね、前線に入り行かせましょう。まだ3000いますからね、もうちょい様子見かな。出てこない人だな。
あ、終わってる。よし。やれてなかったね。畑がなくなっててるのか。丘陵地帯のパパさん家。もう一部隊くらいね、正直言うと連れてきて、サダミさん行こうか。という感じですね。で、あと言い忘れてましたね。ここに堀さんいたと思うんですけどね、自分で志願して来てくれました。それだけかな、変わったところは。はい、ではね、また次回は5月の頭からやっていきたいと思います。今回はここでお開きにします。ありがとうございました。それでは、さよなら。